今回は北海道から飛び出して羽田空港に向かっています。久々の羽田空港です。今日の目的地は東京の有名なスポットです。それじゃ行きましょう。おはようございます、北野アリオナです。で、私は今東京築地に来てますよ。日本に住んでるのは長いんですけれども、築地に来るのは今回は人生初ですよ。すっごいワクワクです。ということで今回の旅はまずは築地からスタートしていきたいと思います。それじゃ食べ歩きしちゃいましょう。ワクワク。はい、着きました。築地場外市場は400を超える専門店街です。食料品だけではなく、包丁や食器類など食に関するあらゆるものを取り揃えています。飲食店も充実している世界にも類のない食の総合市場のようです。美味しいものがたくさんありそうですね。わあ、それじゃあ築地に着きましたよ。こっからですね。よし、人生初の築地へゴー。おお、こんな感じなんですね。結構人がいますね。正直すごいお腹がついてますね。朝から何も食べずにわざとお腹はすかしてここでいっぱい食べれるように頑張りました。じゃあ食べれるお店探しましょうか。築地はですね、結構希望が大きいですね。見てください、すごく並んでますね。それどこに並んでるかな。あー、おにぎり屋さんだ。すっごいなこの行列。まあ食べ歩きするにはやっぱり予算を決めた方がいいと思いますので、普段私3000円使ってるんですけれども、まあ築地は東京並みの値段じゃないかなと思ってて、ちょっと高いじゃないかなと思って、今回が踏ん張って5000円っていう予算で食べ歩きしていきたいと思います。それじゃあ行きますか。5000円でお腹いっぱい食べていきましょう。お値段はどんな感じなんでしょうかね。今コロナ明けで築地は世界中から注目されてるらしいです。築地は世界一の市場だっていう声もネット上で結構あります。まあ私も外国人なのですが、築地に来たことがなくて、今回は人生初の築地ですね。おー、すごいですよ。とっても賑わってますね。しかも観光客が多い。まあ、私も観光客ですけれどもね。楽しいですね。今日は少し寒いのですが、なんか寒さに負けずにこういう美味しい食べ物を食べていきたいと思いますね。迷いますね。何にしようかな。こうお店の看板が見えないんですけれども、でまずここで食べようかと思います。マグロ食べたいですね。ここマグロロールが美味しいらしいです。並ぼうか。すごい人数ね。ここのマグロ巻きは絶品と聞きました。私も並んでみようと思います。まだ並んでます。結構な行列ですね。でもまあスススススって行ってるから多分10分ぐらいかな。写真割と早いです。あったあった、私食べたいものマグロロールですね。安くないですか。100円ですよ。すごい分厚くてマグロたっぷりが入ってる。美味しそう。マグロ巻きお願いします。651円です。すいません、大きい札しかないんです。大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。うわ、買えた。よかった、売り切れなくて。すごい人気店舗なのでなくなっちゃう可能性がありました。よし、じゃあ食べようか。はい、それじゃあいただきます。見てください、これすごくないですか。マグロがずっしり入ってますね。
溢れるぐらいマグロ入っててご飯が少なく感じます。ほぼマグロですねこんなマグロ巻きが初めて見ました豪華ですね。うわー、いただきます。600円ですよ、すごくないですか。なんか一口でいけないな。うん、うん、うん、柔らかい、すごいとろけてる。めっちゃ言葉がないほど美味しいです。これペロッと食べちゃいますね。みんな並んでるんですね、こんなに。確かにこれもう一回食べるために並びそうだわ、私も。すっごい美味しい。ごちそうさまでした。さ、いいスタートだと思いますね。まだまだ食べましょう。非常に美味しかったです。マグロってこんな美味しいんだねこれはね、もう想像を超える以上の美味しさです。さあ、次はどうしようかな。お、ここ卵か。わー、ここ目の前で焼いてくれてます。わー、美味しそう。プロが作る卵焼きって芸術品ですよね。よだれが溢れてきます。目の前で焼いてこれてるから、私も職人さんのお仕事見るのがすごく好きです。より美味しく感じちゃう。卵焼き1個150円です。こんにちは。1個お願いします。150円です。取ってもらっていいですか。150円、はい、寒くて手が動かないです。わかります、ね、手の感覚が小銭取れないすみません、ありがとうございます。おいし、どうぞ。わー、輝いてるね金の延べ棒みたいですね。それじゃあ卵焼きを買いました。焼きたてです。もうまだ湯気が出てますね。いただきます。もう今日の寒い天気には最適じゃないでしょうか。いただきます。うわ、おいしい。結構甘みがありますね。でふわふわしてる。わー、ホットでホクホク、おいしいそう、甘みもあって出汁が効いてますね。うん、焼きたてって美味しいですね。ごちそうさまでした。食べ歩きがますますちょっとね、食欲が湧いてきちゃうからまた次のお店に行きたいと思います。新鮮で美味しそうなものがたくさん置いてますね。生魚や干し物、食器類もたくさんあります。市場ってワクワクしますね。なんかすっごい寒くて体が冷えてて、なんか汁飲みたいですね。体を温めたいです。うわー、東京って冬の時こんな寒かったっけ。うわー、おでんを見つけました。うわー、食べよう。あ、すいません、動画撮って大丈夫ですか。 ありがとうございます。卵1個と、卵がね、今売り切れちゃったんですよ。あらー、全部出ちゃった。 OK、 じゃあそしたら、はい、
大根一つと、あと何しようかな、本腰椎茸。じゃあ椎茸お願いします。はい、ちくわ、はい、もし可能であれば汁が多めで、すごい寒い。ありがとうございます。ありがとうございます。伊勢製キスキスです。あ、キス味噌、はい、これ食べたことない。いつも彼氏と一緒に食べるんだけどね。寒い時のおでんって格別なんだよな。じゃあいただきます。まずはね、あのこのちょっと肉厚がある椎茸から。おお、美味しい。だしが効いてるね。わあ、美味しい。温まるね。うわ、すごい。これ優しい味。かつお節の風味がする。この日は4度しかなかったのでおでんがあって助かった。美味しかった。ごちそうさまでした。少し温まりましたね。でもここでね、せっかく来てるので寒さに負けたくないな。もうちょっと食べ歩き続けたいです。お肉も美味しそうだね。さあ、あと何しようかな。なんかさ、こういう市場で生ものを食べれるのは、安心して食べれるのは多分日本だけだと思うんですよ。で、私も海外に何回か行ったことがあるんですけれども、やっぱりなんかこういうふうに市場で生ものを食べないようにしてたんですね。ちょっとやっぱり怖いですね。でもなんかこういうふうに外国人とかもね、日本に来て市場を食べ歩きしてるのはもう日本ならではだと思いますね。私も海外に行くときはなんか水とか食べ物とかすごいちょっとなんて言えばいいんだろう、まあ、選びながら食べたり飲んだりしてるんですけれども、ね、せっかく旅に来てるのになんか当たったら食中毒になったらなんかね、旅が台無しになるから。なんか面白いものを見つけましたよ。もんじゃコロッケです。コロッケの中にもんじゃ焼きが入ってるのかな。いいですか。築地もんじゃコロッケ1個お願いします。はい、はい、ありがとうございます。なかなかボリュームがありますね。コロッケの中にもんじゃ焼きが入ってる料理のようです。築地のもんじゃコロッケですね。ちょっと不思議な食べ物ですね。もんじゃとコロッケこう合わさった感じかな。いただきます。うん、あ逃げてる。かつお節が、うん、おいしい。うん、不思議な食べ物ですね。中は少しなんて伝えればいいんだろう、まあ、こういう風になってるんだけど、もんじゃが入ってるんですね。外側はカリカリしてて、もうコロッケって感じだね。うん、おいしい。初めて食べました。ありと思います。うん、おいしかった。確かにもんじゃ焼きだった感じです。ごちそうさまでした。さあどうしましょう。もうラストワン行こうか。あと1品ぐらい食べたいですね。締めたいです。あ、なんかマグロを見つけました。ちょっとここで締めたいと思います。お値引きしてますよ。よかったら5番です。さあいかがでしょうか。500円ですか。500円ですね。はい、いいですか。はい、はい、お願いします。マグロの方ですね。はい、じゃあこちらですね。ありがとうございます。ちょっとお待ちください。はい、マグロが580円。おいしそう。マグロ買いました。500円で。はい、ありがとうございます。こちらから。あ、はい。
さあどうぞいらっしゃいませ、どうぞ。はい、今ねこちら一つ500円、800円のところ500円にしております。最後はマグロ丼です。なんとタイムセールで800円のマグロ丼を500円で買うことができました。ラッキーラッキー。いただきます。500円でちょっとお得で買いました。わー、とろける、おいしい。なんでマグロこんなにおいしいんだろう。よかった。これで締めてよかったと思います。口に入れた瞬間でもう雪のようなふわーっと溶け始めるんですね。うーん、ちょっと人生でこんな美味しいマグロで初めて食べた気がする。築地に来てよかったな。すごい、見てください、みんなが並んでます人気ですね。やっぱりすごい美味しいからここ見つけてよかった。よし、最後の一口だ。うん、ごちそうさまでした。マグロすごい美味しかったです。人生で一番美味しいマグロです。え、本マグロですか？本マグロです。はい、バッチグーですね。すっごい美味しかった。ありがとうございます。いっぱい食べましたね。低予算でこんな美味しいもの食べれて。しかもマグロがすっごい美味しかった。びっくりしました。なんかね、もう一回来たいな。いい場所を知りましたよ。3000とか5000の予算でもう随分楽しむことができると思います。今日すごい寒いのでちょっと一旦ホテルに行ってチェックインして休みたいと思います。ちょっとロカに預けたトランクを置き取って向かいたいと思います。はい、ということでホテルに向かいましょう。今回取ったホテルは築地から電車で20分ぐらいの場所にあります。築地って結構便利な立地にありますね。はい、あっという間に潮見駅に到着です。はい、着きましたよ。今回はね、私泊まるホテルは潮見駅からもうすぐそば、東京ベイ潮見プリンスホテルです。ここですよ。実はですね、今回は招待してもらいました私はすごく楽しみにしてます。どんなホテルなんでしょうね。プリンスホテルグループは私結構好きです。さあ、ワクワクですね。さあ、着きましたよ。行きますか。玄関からすごいいい匂いが漂ってますね。すごいもう入った瞬間にギャラリーに入ったかのような感じですね。すごい綺麗。わー、見てください。うわー、すごい美しいわ。それじゃあチェックインしましょうか。フルですごいワクワク感が出てしまいますね。それじゃ入ってみましょうか。よいしょ、邪魔します。おー、ほほほほ、すごい綺麗。わー、美しい。え、
見せますね。こんな感じです。わ、綺麗ですね。シンプルで広い、結構モダンな感じがしますね。おお、なんか余計なものない。でもすっごくスタイリッシュですね。じゃあそしたらルームツアーしましょう。で、玄関の方で洗面台がありますね。もう広くて綺麗ですね。まあ女性にはこういう広い洗面台があるのが嬉しいですね。はい。で、ここはトイレですね。で、トイレの隣には、あ、ここはバスルームですね。シャワーだけじゃなくてバスターブもありますね。ピカピカで。まあ私結構バスターブ好きでよく入りますね。で、これは、あ、アメニティはビギローという、 こうブランドですね。うん、私結構このブランドの匂いが好きで。いや、嬉しいの。お風呂があるんですけれども、実はですね、このホテルで温泉もあるんですよ。そう、大浴場があるので、まあ、夜は大浴場に入ってこうリラックスすることができますね。いやー、すごーい、誘ってくださってありがとうございます。とっても嬉しいです。なんか下の方でウェルカムドリンクがあるから、それを飲みに行こうと思います。わー、暗くなるとなんか外はライトアップがあるんですね。で、中にもね、こういう光があって、なんかすごい柔らかい温かい光ですね。落ち着く感じですね。天井が高っ、圧迫感がなくてアートギャラリーに来たこのような感じですね。せっかくなのでウェルカムドリンクもらおうかと思います。はい、ウェルカムドリンクはお酒ではないですね。まあ、私はコーヒーも好きだから嬉しいです。朝からバタバタしましたが、ようやく一息つきました。さてと、休んでたらもう暗くなっちゃったんだね。気づいてたらもう夜でお腹がグリューグリューになってる。これから晩ご飯食べに行こうと思います。私はね、旅をしてる時ってさ、その旅の一つの楽しみは、もう地元の方が行ってる居酒屋とか、料理屋さんに食べに行くのがすごく好きですね。なんか地元の方何が食べてるのか、どういう風に時間を過ごしてるのかとか見れるんじゃないですか。そう、すごく好きです。ということで、そういう場所を今探しに行こうかと思います。なんかこの辺かな、なんか住宅地ですね。住宅地の中にあるんですけれども、なんか評価の高いところですね。あ、ここかな、やってるかな。じゃあ聞いてみましょう。あ、すいません、一人ですけど。わー、美味しい。まずおだし、おだしが来ました。餅かな。おやぎ餅ですね。来ました、来ました。本マグロです。今日は築地で本マグロ食べてみたんですけど、すごい美味しくて、せっかくなので今日はこのところで食べようかと思います。とっても美しいマグロさんですね。なんか宝石のようですね。量も結構あるし、これは嬉しいですわ。いただきます。
超級級マグロ美味しいですね。ね、溶けてますね。北海道に住んでるんですけど、はい、で今日は初めて築地に行って、で本マグロ食べてみて美味しすぎて、あのこのマグロは僕の友達が築地で、はい、ピリ唐辛子お味噌をやってるんです。はい。あ、そこからこのインスタ見ると出てくるんですけど。はい、あ、本当ですか？で、お正月のあ、プレお味噌がうちの家のお手伝いでマグロを売ってる。へえ。いいじゃないですか。本当ですか？なんか海も近いし、いやなんかマグロうまいなと思って。すごい写真ですね。うわぁ。こちらマグロから入ってくる。築地から入ってくるんですね。いやそれ嬉しいですもん、食べれて。本当に美味しくて。これは確かニラ玉食べるのに夢中で値段は忘れちゃいました。なんか今日は卵とマグロばっかり食べてるかも。お疲れ様です。すいません、お会計お願いしていいですか？ごちそうさまでした。マスターさんに出会えて嬉しかったですよ。はい、なんかマスターさんの優しさとなんか対応すっごい素晴らしかったですね。もう人柄がいいですね。出会えて嬉しかったな、まあ、そういう理由で私は、まあ、こう地元の方々行ってるこう居酒屋さんとか食べ物屋さんが好きでいろんな人と出会えるんですね。そうなんかマスターさんもマスターさんの奥さんもあと隣に座ってたお客さんもみんなすごい良かったですね。素敵な思い出になりました。よし、じゃあということでホテルへ帰ります。ホテルは近くていいな。ちょっと酔ったし、あれどこだろう、迷っちゃった。塩見駅はここだから向かい側か。ああーホテルだ。すごい割と近かった。あー寒い寒い。うわーお風呂入りたいなー。あーお風呂あるっていいよなー。一回部屋に戻って大浴場に行こうかな。このホテルには大浴場とサウナがあるんですよ。今そこに向かってます。で、部屋着に着替えてちょっともうリラックスモードに入ってます。で、館内はこんな感じです。とってもいい香りが漂ってるんですよ。おはい、ここで女性用の大浴場です。さあ、ここまでですね。体を整えていきます。大浴場はこんな感じです。とっても清潔だし、天井が広いからゆっくりすることができました。天井の広さって結構大事なんだな。サウナもあるので一日の疲れをリフレッシュすることができます。あーよかったよかった。長い一日だったな。気持ちいい、はあ、あ今日はすっごくいい一日、思い出になる一日だったんですね、うん、さあそれじゃあまた明日ですね。よっか、それじゃあおやすみなさい、はあ、はあ私食べてばかりだな。おはようございます。まだ朝早いんですが朝食を食べに行きたいと思います。はい、楽しみですね。
朝食はビュッフェスタイルです。洋食、和食、どちらもあります。もちろん新鮮な生野菜や果物も。私が気になったのはこちら、郷土料理の深川飯です。その土地の味を楽しめるのは旅行の時に嬉しいです。それでは朝ごはんの準備もできましたので、いただきます。あ、これ美味しい。なんと焼きたてのフレンチトーストもありますよ。私はデザートにいただいちゃいました。ごちそうさまでした。すごい美味しかったです。満足度 100% です。チェックアウト11時なので、ちょっと来る時間があって、まだ休んでから、もう今日は帰ります。あっという間だな。はい、ということで今回は東京の1日ぶらり旅が終了しました。まあ、これから札幌へ帰ります。ということで、またどっかでお会いしましょう。またね。パカパカー。